大の作用が働いて、豊かさは万倍に、吉人の属性の働きで続いていくという抜群のコンビネーションの日となります。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる6つの特典をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、ライオンズゲートも8月8日にピークを迎えます。8月8日は要注意と重なっていて、少し避けた方がいいアクションがあり、過ごし方にポイントが必要ですので、その前後の7日と9日はエネルギーも濃く過ごしやすい日となります。中でも8月7日は一つの重みが万倍にも実る成長の大吉日、一粒万倍日で、心が満たされるいい結果となる十二直の密が重なる大吉日なんです。ライオンズゲートも合わせるとトリプル大吉日になるんですね。また7日は豊かさに関する吉人が入り、前歴でも豊かさの星が入りますので、お金に関することが成長したり発展したり拡大するとても追い風の運気となります。そんな8月7日にどんな過ごし方をすると金運が上がるのか、そして7日はどんな運気なのかをお伝えしたいと思います。まずはじめに友人とのつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。最初に8月7日の運気から見ていくと、一粒万倍日、密、ライオンズゲートに加えて、この日に入る吉人はお買い物に月が転機、スタートしたことが続いていく属性。天が富をもたらす天府。天府はお祈りや願うことで天に願いが通る日です。お金や豊かさに関する祈りや願いが富を呼ぶ日なんです。さらに悪い気も取り除いてくれる作用があり、嬉しい作用の吉人ですね。また7日の前歴を見ていくと、金186、白い世界の橋渡し、青い夜、音4、世界のようにスケールが大きく大胆さを持つ白い世界の橋渡し、そこに夢見ることでお金が巡る青い夜の組み合わせとなります。大きな夢を見たり、夢が叶うことを想像することで豊かさのいい流れがやってくる日です。嬉しいエネルギーの日ですね。7日は豊かさについて考えることも、お買い物など現実的に行動することも、どちらも豊かさにつながる運気なんです。そして一粒万倍日の拡大の作用が働いて、豊かさは万倍に、吉人の属性の働きで豊かさの流れが続いていくという抜群のコンビネーションの日となります。そんな7日に金運を高める過ごし方は、1つ目、理想の自分になりきって行動するです。夢を思い描くことが豊かさを呼ぶ日ですので、こうなったら最高だなと想像することも金運を高めてくれますし、そのアクションをさらにパワーアップさせると、すでに叶ったことを想像し、叶ってる前提で行動するというアクションになります。夢が叶った時の気持ちになりますので、気持ちも上がって波動も高いものになりますので、いい引き寄せが舞い込む波動になります。現実としてはまだ叶ってないはずなのに、気持ちは叶った状態で過ごしていると、潜在意識はすごくパニックになるんですね。現実になってないはずなのに、現実になってる、どういうことだとびっくりするんです。そして潜在意識は、心で思っていることと現実が一致していないと気持ちが悪いので、現実を一致するようにと舵を取ります。そしてすでに叶った時の気持ちでなりきって過ごしていると、現実もそちらに向かって作られていき、夢が向こうからやってくるように叶い出します。遊んでるみたいに楽しくて、機運にもよく引き寄せ力も増しますので、おすすめのアクションなんです。二つ目のアクションは、ワンランク上のものを買ったり体験するです。7日はお買い物することが吉になる吉人が入る日です。この吉人はちょっといいお買い物をすることで、さらに金運を高める力が増します。ですので、一つ目のアクションの延長で、理想の自分だったらやっていることや持っているものなどを購入することも金運を上げるアクションになります。もし購入を検討していたものがあるという方は、思い切った
お買い物をすることもいい日ですが、ベンツや革張りの部屋が埋まるほどの大きなソファーなど、石原裕次郎が持っていそうなブランデーなど、高価なお買い物をしないといけないという日ではないですので、理想の自分の日常の一部分を切り取れば大丈夫です。ボールペンは100均のものは使っていないかも。文房具屋さんでスタイリッシュなペンにしようだったり、本当はホテルのカフェでゆっくりと自分の時間を取りたい、いつも買ってるものじゃなくてちょっと高いけど食べたい桃があるだったり、実はティッシュは鼻セレブを使いたいなど、ちょっとした本当はこうしたいという理想を先取りして叶えることも金運を高めてくれます。このアクション自体が波動が高まり、自己肯定感も上がり、その結果引き寄せ力も上がって機運も上がるというすごいいいアクションなんですね。そこにさらに機運を高めて万倍に拡大するという運気の7日にすることで、いつも以上に機運を高めてくれますし、ライオンズゲートの次元上昇と向上のエネルギーでグイって次のステージへ進んでいくアクションになります。毎日すべてのものを理想のものにするというのはなかなかハードルが高いですが、そこまで一気に変えなくても日常の一品を変えるだけでも金運は急上昇するアクションです。自分でも夢が叶って理想の状態になっていると思い込んでしまうと、さらにこのアクションのパワーは高まりますので、それぐらい思い切ってやることがおすすめです。三つ目は、心の底から望むことを天に祈るです。7日の運気の組み合わせは天が富をもたらす騎士陣が入っていますので、お金に関する願いが大きく広がり、願いが届く日になります。そして願ったことが続く流れを持つ大吉日、そこにライオンズゲートのエネルギーも加わるので、世界を股にかけるくらいの最高の未来を大胆に思い描いて、願いが叶うように天に祈ることもいいです。願い事も人それぞれですので、世界を股にかけるような状態が当てはまらないという方もいらっしゃると思います。素敵な伴侶と出会って、結婚したいけど国際結婚限定なの、夫婦で金沢に旅行に行って温泉に入って美味しいものを食べてゆっくりしたい、でも世界を股にかけるって海外に行かないといけないのと思うと、本当に望んでることと異なるので混乱しますよね。ですので、自分の思い込みや常識を取り払い、一切の制限がないとしたら何を望んでいるんだろうなと自由に考えて、そして思い浮かんだ答えが叶うよう天に祈ると、天が富をもたらす流れがやってきます。四つ目は、観葉植物やお花などと触れ合うです。ライオンズゲートに関係するシリウスは愛情がたっぷりで、動物や植物などの生き物が大好きです。お家に植物やお花があると、ライオンズゲートのエネルギーが共鳴してお家に届きやすくなります。お家に動物がいる場合は動物と触れ合いタイムを取ることもいいですよ。シリウスは海が大好きですから、海に出かけるのもいいですし、水族館なんかもエネルギーが合うのでおすすめです。自然に触れて癒されながら、今最高潮になりつつあるライオンズゲートのエネルギーを浴びることがおすすめです。金運が拡大し続いていく組み合わせの大吉日ですから、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画になと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見の運気予報サロンができました。毎日の運気や高見育児で運試しなど開運情報をお届けしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。